どうもポンです。チヒです。いろいろギアを買ったんで、はい、紹介していこうと思います。いや、そもそもなかなかキャンプに行けないんで、今のうちにギアをいっぱい買うことでちょっとストレス発散するという、はい、で小川なんですよね、はい今回も我々のメインの幕がロッチェルターなんですけど、そのロッチェルター TC に合わせて小川さんでまた買い足しました紹介していきたいと思います。はい、まずはどれからいく？これじゃじゃーん、じゃじゃーん、ポップアップトラッシュボックス。いろいろ買った結果ポイントがたまったので、うんうん、それで購入したものです。結構前から欲しいって言ってたね。そう、前から欲しいってずっと言ってて、いつもあのキャンプに行ったらあのゴミ袋にゴミをぶち込んでるんですけど、 それがねそのままむき出しになってたから、うん、それがちょっと嫌だなと思ってこれです。なんかここに持ち手がついてて、ちょっとあのキャプテンアメリカっぽい感じ確かにこうやって縦になる。色もいいね。色もいいよね。サンドベージュ。開けます。この持ち手をがマジックテープでこうくっついてるので、こんな感じで、これをまず剥がします。おお、そしたらこんな風に広がりました。で、ここにマークがついてます。これはいつもネットで見てたんだけど、基本小川さん結構売り切れてるものが多いというか、見て、なんかいろいろ引っ掛けられそうな感じ、自立する。で、ここにチャックがあるので、こう開けるとこんな風に空っぽここでなんか止められるのかな、袋とかをこうやってこういう風にボタンがついてるので、多分取っ手とかビニール袋の取っ手とかここで引っ掛けられるんじゃないかなって思います。でも取ってないやつってどうすればいいんだろう。こんな感じ、かわいい。そこがしっかりしてる。うん、なんかこういう布じゃなくてビニールみたいな素材になってるので、うん、インナーテントの裏とかこんな感じだよね、うん、すごいいいと思います。はい、4180円です。はい、なんかそんなに荷物にもならなそうな感じで、うん、テクテク、おー、できた。素晴らしい。次どれ行きますか？テーブルだね。あ、言っちゃった。じゃあ次行きます。はい、お、それ行く？じゃん、 3 ハイ&ローテーブル2。イエーイ。テーブル新しいの欲しいねってなって、なんか今あるテーブルもすごい気に入ってて使ってるんですけど、なんか若干カビっぽいのがえ、なんか濡らして保存したりとかしてないんですけど、どれぐらい使ってるんだっけ。まあちょっとずつね、4、5年、ちょっとずつ、ちょっと経年劣化もあり変色みたいなのがあったので、まあ全然使えるんですけど、そもそも最初小川さん行った時はテーブル買うつもり全然なかったんですけど、見てたらね、うん、これいいねってなったので買っちゃいました。はい、はい、まあ、しかも結構店員さんがね、これいいですって、うん、おすすめしてくれたので、そう、あー、かわいい。こんな感じで折りたためるようになってます。これは木目
ぽいデザインなんですけど、木でできてるわけじゃなくて、何でできてんだろう、わかんないんですけど、木ではないですはいはいじゃあちょっと開けます。はい、こうなって、はい、出来上がり。はい、出来上がり。ここに小川とロゴが入ってます。で、このテーブル優秀なのが高さが変わります。私たちの大好きな高さ変わる系、高さから変わるシリーズ3段階の高さ。はい、ね、ロー、ミドル、ハイってなるってことですね。そう、今はなんだろう、小さかったらここら辺、胸下あたり。あー、簡単。まあ、ローから引っ張ってカチッて、一回カチッてなったらもうそこがミドルっていう感じですね、うん、結構高くなったよね今の胸上ぐらい。ミドルの高さです。で、最後はあの、ハイにするときはここに押す場所があって、ここを押しながら引っ張ると、はい、これでハイになります。顎あたり、顎ぐらい。サイズは幅81センチ、奥行き70センチ、高さがローだと 35.5、 ミドルだと50で、ハイだと60。こういう感じで、あ、どうかな、十分だよね。おいしいみたいなはい、そんな感じでございますさらにもう一個テーブルを買いました。で、もう一個買ったのがじゃじゃーん、タフメッシュテーブル。熱いものをそのままテーブルに置けるっていうのを聞いて、まあ、そういうテーブルっていろんなメーカーさんから出てると思うんですけど、まあ、なんかすごい見た目もスタイリッシュでかっこいいし、なんかサイズ感もちょっと後で紹介するんですけど、すごい良かったのでこれを買いました。では早速開けてみます。はい、こんな感じです。2箇所止めてあるのがあるので、こう開きますね。そしたらパカッと、これが全体的なサイズ、これがローの状態で、高くしたい時はここに足が4本ついてるので、これをつければハイになるという、じゃーん、この高さまでいきます。お冬とかは鍋をね作って、ここにポンって置いて食べたりとかしてね。まあ、夏もね、なんかこう鉄板でステーキとか焼いてこのままポンって、なんか朝とかもコーヒーの湯感とかいっぱい置きたいものがあってすごい大活躍してそれくれそうな気がします。はい、うん、あのこのメッシュテーブルはあのこの左側のテーブルみたいに3段階あの高さが変えられるやつもあったんですよ。もうちょっとサイズ大きいんですけど、それだとこの左側の木目のテーブルとバッチリ高さが一緒なので、高さ揃えたい人はそっちを購入するといいかもしれません。この2つ買ったもう一つ大きな理由が収納にあるんですけど、ちょっとやってみてもらっていいですかやります。はい、
折りたたむとここに空間ができまして、この空間になんとこれが入るっていうことらしいので入れていきます。なんと、はい、折りたたんだやつがデデ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 デ消えた消えた消えた消えました。これなんです。はい、このサイズの組み合わせだとこれができるっていうのを、はい、店員さんがこうやって設計したわけじゃないんですけど、たまたまできることに後から発見しましたって言ってました。で、このテーブルにはどっちにもこういう持ち運び可能なカバーがついていて、こっちがメッシュテーブルの方かな、ちっちゃいから。これがまた可愛いんですよ。めっちゃ可愛いよね。これでなんか買い物行きたいのって。確かに、なんかスーパーとかでさ、我々のこの我々が考えたみたいな言い方しちゃダメなんですけど我々のこの組み合わせの方法でいくと袋1個余るよね。そう、このちっちゃい方が、まあ、これをショッピングバッグみたいに使って、こっちの大きい方だけこれ入れればいいんじゃないかっていう。はい、はい、これね、はい、あ、ぴったり、そりゃそうだかわいい。全く無駄のないぴったり具合、うん、もうこれでさっきの2つが、2つが入ってますね。え、じゃあこれはショッピングバッグで使います。はい、いくらでしたか。何がテーブル、ね、忘れちゃったんだけど、ちょっと待って、1万5000円ぐらいだったと思います。さっきの茶色のテーブルは1万4080円です。で、メッシュテーブルが7150円。安くない、うん、安い、多分安いと思う。なんか小川さんって結構しっかりした商品が多いんで高いイメージが結構あるんですけど、テントとかもね結構ね、そうね、いい値段するんですが、うん、案外テーブルはそこまで高くないと思います。うん、合わせると2万ちょいぐらいでまあここに出しておきますけど、こんぐらいです、うん。で、まだあります。これで今3品紹介したね。じゃじゃーん、はい、インフレータブルマットとインフレータブルピローでーす。買うまでは、うん、もう僕はコットの上にそのまま寝てたし、うん、枕もあの夜行バスで使ってたこういうやつ。そう、しかもなんか100均みたいなやつ。そうそう、チヒはコット、その上にサーマレスと、で、枕もまあ、まあ、ほんと最近ですけど、1回しかまだ使ってない、あれ、なんですけど、今回ちょっともう小川で一気に買うタイミングで、あの僕も欲しいなと思って、うん、はい、買っちゃいました。ピローと、うん、これは本当にマジで買う予定なくて、うん、コット自体も寝心地個人的にはいいなと思ってるし、しかも、うん、あのシラフが結構分厚いんで、そう、ふわふわなんです。そう、この前新木場のグランドロッジに行った時に、うん、店員さんが調べ物しますねって言って裏に履けた時にちょっと腰掛けとこうかなと思ったところに、うん、座ったところにインフレータブルマットがあの実際に置いてあって、実物が座った瞬間におーってなっておーってなって、これはやっぱりあると全然違うなっていうことで買いました、うん、じゃん、小川いいな、私も欲しい。こういうゴムがついてて2つ、枕も、
今シューってで武器入れてます。これが小川さんのピローで、これがロゴスのピロー。見える？枕が、高い枕がいい人、小川さんの方がいいかもしれないね。うん、お、パンパンじゃない？あ、さっきより全然入ってる。見える？見えるよ。こんぐらいです。見やすい？これは楽です。理想。こんな感じでした。でも袋には余裕で入る。うん。それではついにラストでございます。こちらです。じゃじゃーん。じゃじゃーん。システムタープレクタ。これは、もしかしてロッチシェルターもう使わないのみたいな。ロッチシェルター持ってるのになんでタープ買ってるのって、そこのあなた、おっしゃる通りです。めっちゃうざい。そう、まあ、タープを買った理由に関してはちょっと今回の動画ではちょっと説明できないので、次回ねお伝えできればっていう感じなんですけれども、ビン、重い？まあロッチェルターと比べれば軽いです。まあレクターなので四角形、長方形なんですけど、うん、そう、これ小川割りができるやつです。小川張りって画像を載せときますけど、私も最近知りました。まあ小川さんが発明した張り方で、ね、小川張りって名前がついてるみたいなんですけど、テントの後ろにポールを立てて、でテントの上を通過してテントの入り口の出たところの上にタープが張られてるっていうような状態、うん、それを小川張りっていうと、それをするために適したタープです。お母さんのロゴがあります。ちょっと全体像が映らないんであれなんですけど、16,280円です。まあ、なんで買ったかっていう話はまた後ほど後日、はい、まあ薄々気づいてると思うんですけど、まあ、後日、まあ、実は今日紹介したいろんなものの中のどの商品よりも高いメインのものを買いました。分かった分かった。今日は 1,2,3,4,5,6 点紹介させていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。完全に生きてる。あ、肘出てきちゃった。